まあ、発言延長に関しては自由で結構ですよ。何か質問ありますか？あ、COCCO については1週目口頭で2日目からチャット OK ですね。あ、そう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 、それそうなんですけど、カットインで自分の発言よりマジにカットインを入れて使用するのも禁止。わかります。1番からスタートで2番の発言の終わった後に6番がカットインして、私何々に対抗しますとかっていうのもなしで、自分の番になってきてから言ってください。どうは1周目とかは、あと雑談考察も禁止ですよね。ああ、それはもちろんです。1周目のチャットしようみたいなのも要はあるけど、1周目のなんかチャットしようみたいな感じになっちゃうからってことだろう、多分。じゃあ、準備完了するボタンを皆さん押してください。よいしょ、準備か。本当、配送ボタンがないっていうのは、このいいことだけど、配送ボタンがある方がいいことなんだけどな。押すやついるからな、さっき字の雑数で。ないはないでね。配送マガになったらめんどくさいんだよ。見解なんだよ、もう。オルが訪れました。表示？その代わり、狼が見ます。狼の居場所が分かんない人の方ね。狼の居場所が分かんないのね。狂信者じゃないのね。誰もお亡くなりになりませんでした。残念ですね。おはようございます。3番です。なんだろう進行とかの話はもういいです。僕は身を流れに身を委ねようかなと思ってます、この試合は。で、なんだろうな、でもこれだけちょっとやってほしいことがあるんですけど、簡潔にまとめてほしいなって思ってます。発言するときは。わかります？自分の伝えたいことをぐらいかな。なんか議論ができたら、正直勝っても負けても楽しかったらいいと思ってるので、なんか伝えたいことがあるんだったらしっかり伝えてほしいなぐらい。以上。じゃあ3番さんの完結でフルオープン。その理由としては、強人がもし囲えてなかった場合、これ3分の2になるんで、まあ、よっぽど占い師が、こいつ芯がねえだろって言った時には、まあ、占いどっちか行ってもいいかもしんないけど、そうじゃない場合は、フルオープンで、狂人が囲えてなかった場合って、3分の2が人狼だから、グレーがね、まあ、その、片白に役が出てしまった場合は別なんだけど、まあ、それが一番強いかなって思いますよ。はい。まあ、その理由としては、まあ、村も、まあ、すっきりするし、考察もみんなしやすいんじゃない？その方が。濁って、考察して後々苦しい よりかは、うん、まっさらで言った方が村は俺は強いと思うし、考察も伸びやすいと思うよ。以上です。まあ、さんまさんに関しては色は全然落とせない。以上。はい、おはようございます。圧倒的ピザ屋と言います。4番さんね、ごめん、ちょっとだけ僕発言聞けれなかったんだけど、なんか濁したらいけないねってみたいなことを言ってたっていうだけかな。ちょっとね、聞こえてなかった、申し訳ないです、環境的に。で、3番さんのその身を委ねるっていうふうに言ってたけれども、勝ちを目指して身を委ねてほしいかなっていうのが思いました。ただ言ってる簡潔にまとめてほしいっていうのは、その結果を先に言う、で、その後どうっていうその理由をつけるっていう、その言い方だろうね。その発言時間がまあ40秒とか50秒だから、結論を先に言って、簡潔にまとめてほしいっていうことだから、それはすごいいいことだと思ってます。4番さんに至ってはなんかフルオープンとかなんか言ってたような気がしたけど、まあそれって場面によってからでいいんじゃないのかなって思ってますんで、まあよろしくお願いします。あれ、これ聞こえてますかね。
はい。3から5までなんですけど、特に落ちた要素なかったなって思って、まあ、心象が良かったのは3番さんぐらいですかね。流れに身を任せて、楽しいゲームになれば負けても勝ってもいいかなみたいな発言が、うん、なんかシンプルに戦うという姿勢は特になんか人外として戦っていこうかなっていう姿勢はあんまり見られなかったかなって思っていて、4番に関してはこのレギュレーションにおいてフルオープンを押すのっていうのは借り出しをしていきたいっていうことなのかなってシンプルに思ったんですけど、うん、それって盤面見てからでいいんじゃないかなって思うんですけどね。レギュレーション合ってるよね。霊能村ですよね。だからそれってどうなんかなって思ったんですけどね。盤面見て狩人が出るか出ないかの判断をしたらいいんじゃないかなって思ったから、シンプルに4番さんって言ってることよくわからないなって思いましたね。5番さんも特に印象はないです。聞けてないって言ってる割に4番さんの底は拾ってるんやなぐらいですかね。はい、以上。はい、7番です。お願いします。今のところちょっと微妙だなと思って、たのは6番さんですね。3番さんだけちょっと白いみたいな形で言っていて、4番さんのフルオープンに反応して、で、まあ、5番さんは何に反応したんだろうって感じなんですけども、あ、ごめんなさい、6番さんよりもですね、ごめんなさい、5番さんの方がちょっと怪しく感じてしまいました。3番さんの、あと何秒、30秒。3番さんはそう、簡潔にまとめてって言ったんだけれども、村か狼がわかんないが、釣り付け足すとしたら、なんか簡潔にまとめてもその理由を言わないとアンサーができないので、まあ理由まで私はちゃんと聞きたいなと思っている方です。で、4番さんのフルオープンはちょっと、どうなんだろう、一般的に怪しすぎるものなのかなと思っているんですけれども、まあそれもやってみてもいいのかなっていうぐらいですね。はい、それぐらいです。1周目は、盤面揃ったら頑張ります。はい、僕占い師です。7番さんがランダムで白です。7番さん、なんだろうな、3から6までは正直色落ちはしないかな、どれも。特に怪しいっていうのもないかな、俺からしたら。ただ4番さんのフルオープン提案にちょっと突っかかるっていうのは、別に進行論の違いだからそれはいらないんじゃないかなっていうのはちょっと思ったかな。うん、っていう意味では、まあ、6が若干印象悪い感はある。うん、僕は、2-2 番目になってしまったら、もうカリーニア出て、あ、騎士か。そう、出てほしくて、2-1 の場面になったら、潜伏でいいと思ってて、僕一人進格したら完全にここらフルオープンでお願いします。よろしくお願いします。はい、9番ですね。なんか4番って突然フルオープンって言って、4番占い師なんじゃないのと思ってたかな。盤面固まるまでとりあえず4番の考察は2周目でいいかな。6番が一番気になってて、6番って3から5まで特に要素落ちてないって言ったくせに、3番のことを戦う姿勢がないからっていうのって、6番の中で3から5の中で一番狼っぽくないっていう視点を3番に落としているわけだから、なんかシンプルに考察が矛盾してるなって感じたかな。5番さんに関しては特に話が聞けてなかったけど、3、4のことをなんとなく自分の中でまとめて印象を述べたって感じたから、色落ちはしないかな。はい、まあそんぐらいかな。6の4への突っかかりに違和感を覚えた8番さんっていうよりは、6の、なんていうの、3の要素の取り方に若干違和感を覚えたかな。まあ、2周目でいいかな。盤面固まってからまた考察を落とします。はい、そうですね。これもう36秒になったの。40秒から。4秒減ったね。うん、まあ、コーヒー飲みたいね。うん。サバ行きたいね。ってことでね、9番さんだけは白く思おうかなと思ってます。それだけですね。あとはね、まあ、色がないので、まあ、どうなんでしょうね。2番さんで占い師が出るか、出ないかで、2週目で、やめたいなと思ってます。以上です。うん。4番が、2番手の発言で、認知神経の想定で話していたから、4番、単純に、単純に強靭なんだろうなって思ってた。これは安直だね。で、まあ、安直な精査するよ。もう1番狩人かなって思っていて、9番の6への指摘っていうのは、6は狼で3、4、5に色落ちしないって発言した後に3番さんにだけすり寄るっていうのは、何の狼、6番の狼としてあまり意味のない行動だと思っておりますよ。3、4、5色落ちしないって言っ
つつ、まあ、3番さんのことを指摘するということに関しては6番のクロスではないと思ってますけどね。はい、以上。はい、よろしくお願いします。あの平和村んで、あ、出ます、僕村です。9番さん例の出ないんですか。あの今聞いてて思ったのは、なんか彼らが2人出てきた場合は2番さんはん、あ、いや、これは一応あの例のに言うんですけど、6番さんは僕に対して心象いいっていう言葉を言ったので、あの別に白いっていう表現を行っていないですとだけ言っときます。危ねえ、9番さん、6番さんの振り方は結論は違ったかもしれないけれど普通だったと思ってます。なんか全然あんまり色落ちないなっていうふうに思いながら聞いてました。騎士、あれあれあれ、そう、誰と誰が、あれだったっけ、えごめん、そう、クロス声するかどうかに関しては8番さんに任せていいと思ってます。2-1 で連携を取ったのかどうなのかっていうのはまた聞いてちょっと考えたいと思ってます。以上、ごめん。え、今日の釣り位置26で騎士は8守りでいいんじゃない。うん、2番さん、まあ、6番さんの黒要素としては霊能と狩人と出てんだからスムラっていう必要ってなくね。うん、その意味が分かんない。2番さんも、え、2番さん霊能絶対嘘でしょこんなの。え26から釣りたいよ俺。え、じゃあ29って霊能なのね。じゃあ私2番さんからいきますよ。うん、平野村盤面で俺強人と置いてくれたのはめちゃめちゃありがたいよ。うん、釣られる心配まずないしね。今日2からいきますよ。2級霊能でしょ。うん、2番さんの、うん、わかりました。私は2番さんからいきます。以上。まあ、2番さんの出方っていうのはあれかもしれないけど、9番さんの6内の叩きってすごい不当だと思ってるし、だから2って6をあのかばってるけれども、それって結構普通のかばい方なんだよね。6が狼軸で考えた時の3、4、5っていうのは、あの村要素っていうか、印象なんかないと思うよ。だって普通のことしかっていうか、ゲームのことなんて言ってないもん。うん、だから、ただ、その中でも3番さんって戦う姿勢がないから、狼っぽくないなっていう精査だから、それは言葉のあやを拾いすぎたかなと思って、9をついたかったんだよね。で、対抗の1番さんっていうのは、なんだろう。狼なのか、狂人なのか、全然わからない。で、あと8が、芯隠してるんだけれども、その、なんかね、なんか引っかかったことがあったから、まあ、それは、うん。まあ、いっか。うん。クロス声したいかなって思ってて、僕は8声したいんだけど。え、じゃあいいんじゃない ?8 番さんがさ、死んだと思う騎士に自分に声を寄せてもらって、偽だと思う方に7声を寄せてもらったらいいと思いますよ。例の釣り切りからでいいと思いますね。私は2の方が、心象的には真かなって思いますけど、2が仮に狼だった場合って6番って別に守る必要がないと思ってるんですよね。で、4のことを強人だと思うっていう発言でしょう。ないかなって思うんですけどね。え、じゃあその地点で霊能者ですって出た方が、自分視点で2が人外だった時って確実に潜伏の役職がいるって透けてるわけやから、霊能がいるってね、透けてるわけやから、そこで出た方がどっちかっていうとプラス要素あったかなっていうふうに思いますね。追加します。1号の真偽だったら正直なんか下流のムーブしてんなって思ったのは2同様1だったんですね。5には引っかかる点があった。4番に対して発言はあまり聞けていないって言ったにもかかわらず、4番に対して話聞いてましたよね、フルオープン云々の話を。だからそこって矛盾してるなって思ったけど、色落ちする要素ではなかったっていう風に言った。3番に対してはシンプルに心象が良かっただけであって、色付けできる要素では私はないと思ったよ。だから9の方が若干不当かなって思ったけど、2級の発言は2周目聞きます。1の方が私は真に見えているから、できれば、まあ、8声、1に8声してほしいけど、それは8番さんが決めたらいいことだと私は思ってますね。それぐらいかな。うん、言うことないな。2級心境の1号心労だと思っていて、5番さんが狼だと思っていて、相方3と4だったら4かなって思いますけどね。はい。以上です。以上。はい。
あ、すいません。申し訳ない。122番面ですよね。あ、ごめんなさい。私も実は8番さん、今更言う必要ないんだけれども、8番さんって22で借り出しって言ったところが多分5番さん、ちょっとあれと思ったんじゃないかなと思うので、ちょっと今のところ5番さん、シンと置いてるかな。そんなこともないのか。あ、今日は占い師さんに従います。おそらく霊能一匹釣って、狩人に相互護衛、フロス護衛させて、じゃないかな。なんかこの雰囲気、どうなんだろう。まあ、そっか、そっちの方が人外確立する高いですね。ちょっとグレズリーは出ないですね。ごめんなさい。はい、以上です。8番さんどうぞ。それなんか22で借り出しっていうのがなんか叩かれたけど、まあ5番さんもそう思ってるのかな。別に俺は無駄占いが嫌いだから、もう。うん。だから22の場面だったら出したいっていうだけだった。まあ僕今日進格したんで、で、僕はね、今日2から行こうかなと思う。なんでかっていうと、霊能だって、あなたの場面でラストでしょ。だったら自分で霊能ですでフルオープンさせればよかったじゃん。うん、それをしなかった時点でもうあなた進切ってます、僕は。なんで急進で追ってる。で、狼が多分僕は騎士に出てると思う。なぜなら霊能から多分基本的に行くっていう、まあ安直な考えだけど、基本的にはそうでしょう。だってクロス護衛だったり、確実にね、俺を守ってもらわなきゃ困るんで、だから死なない確率を考えると、騎士に狼が出てると思っていて、うん、それはまあ次でいいかなと思ってる。今日は2番さん行く。以上。対決のお時間ですわ。だからね、狩人に狼が出てると思うんだったら、それこそ自分が死んだと思ってる狩人に護衛先を寄せてくれないと、僕は8護衛したいんだよ。うん、で、1っていうのは、7護衛してもらったらいいんだけど、その指示を僕が出すと、ダメなんだよね。だから、あと、6が4号ローローっていう風に言ってるけれども、それだったら、霊能僕は9釣りたいって言ってて、4が2釣りたいっていうのは連携が取れてないんじゃないかなって思いました。以上。まあ、そうだとしても別にそこで霊能って単体のセンスだからそこで噛み合ってないとならないかな。どうせロラするし。それは4号が否定される要素にはならないかなって言っときますね。8番さんが言う通り2番って完全ロラされに来てるなと思ってる出方的に。で、個人的にカリウドにこういう占いが一角した盤面でカリウドが霊能に出るの、霊能じゃないわ。カリウド？狂人？がカリウドに出るのってめっちゃ理的行為だなと思ってる部分があるから、1号って死んろうかなと思ってる。ってなったら1番のあのムーブってあんまり狼できないかなと思ってるから5番狼と思ってるよ。うん。だからこそ5、4の否定要素にはならないかな。5、4がそれぞれ別のところを釣りをしていたからって感じかな。で、6番に言っとくけど、6番って3、4、5のことを特に要素は拾えていないけど、3番の非狼要素ってのを若干拾ったんでしょ。それってじゃあ6番の中で心象ではなくないと思ったけど。って感じかな。なんか6番なんか1周目もなんか2周目もなんかどっちつかずな感じがめちゃめちゃ臭く感じるの私だけかな。めちゃめちゃ臭く感じる。なんかそこをなんかめちゃめちゃ気になるけど私だけって思うかな。多分やけど、これ狩人絶対狼で言ってると思ってるから、ほぼほぼ1の芯で硬いと思うから、1が8声、5が7声でいいんじゃないかなと思ってるかな。8に護衛を絶対に入れて、8を1日でも絶対に生き延びさせることが絶対無駄であることだと思うから、個人的には1が8、5、7護衛してほしいかな。今日は2ってとりあえず多分白しか出ないと思ってるから。はい、以上。対決のお時間です。結局僕しか守る能力がないから、それだったら1と、1と5の乱にしたらいいんじゃない？あ、違う、ダメか。僕が8を絶対守るから。で、1っていうのが絶対7護衛して。どんなことがあっても僕は8を守るから。わかった ?8 を絶対守るからね。うん。で、1が、1も8を守りたいって言うんだったら7が申し訳ないけど噛まれてくれ。うん。僕は絶対8を守る。あのですね、クロスボーイってわかってますか ?5 番さん。新目がないあなたが7守ればいいんです。私が8守ります。それ生きでも守るっていうのは、あなたがもし死んだったら7守って8が噛まれたら私の偽確定するんですよ。うん。まあ、7が噛まれるでしょう。うん、5番さんなら守ってください。私8番守ります。2級はもう2番の出方がもう新目がないと思うので僕は2番行きます。タトゥイン使ってまでね、やることじゃないですよ。5番さんなら守ればいいでしょ。自分の心を証明したかったら僕8守ります。以上です。
8番カットインしてクロス越えの提示をしてほしいかなって思ってますね。5番さんも8番さんに任せるって言ったのにもかかわらず絶対に8を守るっていうのはあんま心配下がるかな。1番に関しても9と2の精査しかしておらず、4、5、3、4、6どこ行った？俺の偽を追っている5番さんの偽は確定している1番目線っていうのは、どこに狼が、どこに狂人がいて、3、4、6の中にどこに狼がいるのかっていう、1番何も提示しないままあぐらかいてるから、あなた人狼ゲームって分かってますかねって思ってますけどね。うん、8番は4ぐらないでいいんじゃないかな。4秒しかねえもん。4秒減ったぞ、これ。4秒助かる。40秒が36秒になってるぞ。9か、1号に狂人がいると思っているから、4の狂人はないから4が白だったら、俺4が狼だったら、俺はとりあえず2番釣ればいいから、途中でもいいや。で、8番に弁解しとくと、レームを3、4を狙ってました。部屋村っていう地点で、俺の発言の地点では確定していて、9っていう狂人が狼からしてみたら真に見えて狼が対抗出てる場面も狙ってたんで、ちょっと CO は待ってましたね。様子見てました。ただ狩人が対抗出てきて、俺目線で2、1、2番目になったんで出てきたっていうまでですね、僕から釣ってもらって結構です。はい、カットインして必ずクロス越えの指定は白、俺釣っていいから。はい、うん、じゃあ釣るから。どうせお前たちは我が輩のせいにしたいだけな。クロス防衛の指示しねえから8番噛みねえけど、まあどっちでもいいわ。じゃあもう勝手にイチゴの審議もつけたらええやんけ。あの、8グッチョブか7噛まれて、1と5が両方とも8超えしましたって言って、1と5の審議はつかなくなるから。もう今日の時点でつくんだったらそっち行きゃええやんけ。うん。って思うけどね。好きにしたらって思います。まあ8は明日必ず生きれるんでしょうなら。まあそれでいいんじゃないですか。じゃあ黒見つけて、9新進行でとっとと負けてくれって思いますね。はい。9が強靭だったらワンチャン勝ちもあるけど、もう9釣る必要ないんじゃないか。8が9死んでいいとかって言ってるから、俺の潮が遅かったって、俺の意図も考えずに言ってんだから、いいと思いますよ。はい、僕偽なんで、はい、8番からしてみたら僕偽なんでしょ。1と8が俺の潮を決め打ってるんで、9進進行で行ってください。とっとと負けろ。夜が訪れました。昨晩は誰もお亡くなりになりませんでした。残念ですね。はい、よろしくお願いします。占い結構お願いします。僕は4白新郎新郎がない限り6番さんが狼ということになるんですけど、一応霊能が完遂します。1番さんと5番さんで行くんだったら、5番さんのあれほどなんか絶対自分8超えするんでみたいなこと言ってるんで、なんかどっちもなんかよくわかんない。あ、でも5番さんの方がしっかりしてるなって思ってる。なんか1番さんに対して狩人ムーブだって言ってるけど、普通にしっかり言うであるんだったらなんで油断するのっていうふうに思う。自分の対抗が出てこないことなんてないんだよ。1番さんに言ってることが全然わからんかったと思ってる。以上。だから6がローだって8番さん言ってんじゃん、俺さっきから。うん。6が 100% ローだから。でね、1番さんの発言に対して9番さんが喋り方がうんぬんって言ったけど、1番さんってこういう、人だから。いつも。うん。で、1番さんに言っとくけど、ブーメランで、あなたの白証明したいんであれば、じゃあ1番さんは7番さん、ね、初週占って、5番さんは8番占わせて、で、2日目1番さん、また8番さん占えば、自分の白証明だってできるでしょ？うん、ブーメランだよ完全に。うん、
これ、まあ、2番さん、まあ、若干遺言が、ああいう遺言は個人的には全然好きじゃない。はっきり言って。うん。ゲームになんねえから。どうなんだろう。俺も、あ、でもまあ俺も6黒だと思ってるから、156釣り切れば勝ちじゃない？2のあの遺言って、あの、8がカットインをして、ちゃんと護衛指示をしなかったからなんだよ。うん、だって、8って、なんで明確に9が偽だと、あ、違う、2が偽だと思ってんのかっていうの僕も全然わからなく、9の6叩きっていうのが不当に、不当不当に思えたんだよね。ただ、3視点とか、まあ、4も6狼っていう風に見えてるのかもしれないけれども、普通に1級の老老って見えないのかな？1級の投票ってどこ行ってる？ 1級が2行ってるんだよね。うん、僕6ってそこまで黒要素拾えてないけど、3とか3にしてみたら、まあ盤面的に6黒っていうのがわかるんだけど、うん、まだ僕6ってそんな黒要素拾えてないんだけど。うん、なんかね、3、4、5って1周目の発言で、あの、村要素も、狼要素も出してないから、6の考察って当たってて、で、3って狼っぽくないなっていう、ただそれだけなのに、過剰に叩いてるんだよね、9っていうのが。うん。うん。まあだから、8は昨日言って欲しかった。だから僕は絶対8を守るっていう風にあそこまで言ったら、対抗の1が、じゃあ7護衛するよっていう風に言ってくれると思ったから、あそこまでカットインまで使って8護衛するっていう風に言った。6からしてみたら、1が狼っぽくないからっていう風に言う理由で、僕が狼に投げられ、やられたけどね。めっちゃくちゃ気持ち悪い。4白結果が出ていて、仮に3号狼、私は5の方が偽っぽく見ていたからこそ、3号狼だった場合って、3のことが5のことを紳士していて、かつ5番が6番のことを白紙するのって、あんまりなんか3号狼に見えてなくって、でも5番が主張している9、1狼ってあんまり追いにくいかなって思った。それだったら9番って2に白結果打つんじゃなくって、2番に黒結果出した方がいいんじゃないかなって思うんですけどね。って思うけど。2白を打つんじゃなくて、だって9、1だった場合って、その方が良くない？って思うんですけど。進路。どうします？今日、じゃあ、9番を新決め打ち進行するんだったら、9番をね、新決め打ち進行するんだったら、私から落として、1、5をローラーしたらいいんじゃないですか？ 9 番のこと、そこまで8が新だと思うんだったら。いいと思うよ、それで。で、いいと思うよ。9番のことそこまで死んだと思うんだったら、私は全然苦に死んだと思うけどね。ただ5番の9、1、ローローっていう主張がよくわかんないかな。9、1、ローローっていう主張はよくわかんない。かな。じゃあ6番のことをそこまで狼っぽくないって言うんだったら、3番のせいさ、9、1、ローローって追いにくくねえか。じゃあ3番はってなるんですけどね。よくわかんない。3号ローローなんかなって思いましたけど。はい、以上。うん、6番さんは3号ローローでおるのか。8番さん、9番さんってそんな真に見えますかね。昨日ちょっと最後の9番さんの発言で結構占い値、釣り値かなりグレーにバシバシ言ってた強気の霊能師さんなのか。でも純分霊能目線、そうか、狩りも出ちゃってるんで、そうか、グレース系の黒いとこから釣ってくっていうところになるのかな。僕は普通に霊能ロラリたいと思っていますね。狩りの新芽はちょっとだけ分かってきた気がするけど、どちらにしろ私と8番さんって残れるんですよね。残れないのか。まあ2番さんにいろいろ切られたんだけど、俺は普通に行きたかったから言わなかっただけであって、別に仮にこれで俺が亡くなったら、まあ1号の真偽はつくんだろうけど、だからって言っても裏に強いのかなって言ったら、僕はそうは思わなかったってだけ2番さんに言っとく。今日は9釣るよ、普通に。
ここで黒結果打ったら真を得るかなと思ったけど、白結果打つんだって感じかな。うん。一号の真偽か。俺は五のが真に見えたな。四が白っていうのがあったからで、六が地釣り飲んだんでしょ。三かな。そうなると。三球追えないかな。俺は6球で終わると思うんだけどな。なんか4番さんとして似てるし、今日は9行ってください。多分俺で愚痴を送ったんでしょう。はい。まあ、9行きます。いや、言っとくね。2番狂人だから。2番狂人だから。言ったよね。釣られに来てるし、1号が、まず行事出てたら理的行為だからって言ってるよね。6番の草さんも説明したつもりなんだけど。で、八幡さんに言っとくけど、じゃあ私が2番に黒を打ったらって言うけど、2番狂人だったんだよ。そこで私の理想を追われたところでと思う。私をロラしたところで、1号をまず決め打って、3、6を、なんていうの、村視点で精査しないといけないからね。それだけ言っとくね。はい、それだけ言っときますね、先に。はい。で、まず9、6、9、3、9、1って見えへんと思う。じゃあ、9、1って、仮に、じゃあ5番の9、1精査ってマジでおかしいと思ってるけど、じゃあ9、1だった時に、私が6番にヘイトを向けた後に1番が9だけは絶対しろっていう、あんな釣られに行く発言をして、めっちゃ計画勝ちと思うけど。平和村を確定して、新郎新郎で狩りと霊能で出んのめっちゃ計画勝ちじゃないと思うけど。見える？それは6番の言う通りと思うわ。で、9、6って私がこんなに6番のことめっちゃ足入れてるの見える？で、6番が3番のことを白しして、私が6番のことを、その3番を白しした6番のことを私が怪しむんだよ。939691って全部見えなくない？ 5 番視点で1ローって追って、進路進路しか追えないの？なんでそんなにグレーにヘイト向けたくないのと思うんだけど。5番絶対狼と思ってるけど。って感じかな。まあいいや、今日多分私ローラされると思うから、その時にまた、落とせる要素は落とすつもりだけど特にないんだけどな、まあ、まあいいや、以上。ロラする必要はなくて、2番は偽を認めている。怒ったやつは人外です。偽を認めているのになぜ9番の信号するの。うん、今日は1号でいいんです。5653だから。私が釣られても次5番釣ってくれれば63精査してってことなんだ。9番に色見てもらえばいい。残ったら私は9番色見ます。色見ました、守ります。そうだね、5番と6番が5番と3番。もうそれにしかも結論出てないのになぜ9番をロラする。2番は偽だと自分で認めてるのにも関わらず、それを釣る村って何人狂人いるの。第4人外が多すぎる。1号でやってください。うん。お冗談を。戯れが過ぎますことよ。うん、あ、私ですね。私ですね。はい。私なんですけど、2番の白結果が出てるから1号が絶対に狼が出てることが確定、36の狼が出てることって確定なんだけど、3の要素ってそこまで拾えていない、正直。1周目のあの発言と2周目の9の6叩きって不当じゃないっていう、不当ではないと思うけど。それぐらいの要素しか拾えていなくて、6番っていうのは1周目で3番のことを色落ちなしって言っときながら若干の白ししてるからね。で、2番のことをあなた真と思ってるんでしょ？2番の方が真と思ってるけど、地釣り飲むってめっちゃ臭くないですか？と思うけど。っていう結論に至った1番が発言するまでの間にちょっと考えた。っていう意味での意思表示かな。6投票ってのは。私マジで真だからね。で、2番狂人しか落ちてなくて、1号に1郎、3六に1郎だからマジで村で、狩人も3六の生産も頑張らないといけないから頑張ってください。以上。オルが訪れました。
昨晩お亡くなりになったのは8番の方です。私の方で処理しておきますね。ゲームやる気ないなら勝手にしろ。2番が偽認めてるのにもかかわらず9番する。5番に芯があるわけないだろう。1号セサだろ。何俺つって何91のロロがなかったら5番は地釣り飲んでくれるんだよな。もうゲームをしないんだったら君たち勝手にやれ。9釣りはないだろう。芯の例のに色見てもらえばいいだろう。5と1の。どちらかの。答えはそれで出るだろう。2番のどこに芯があるんだ。自分の偽を認めて、怒り狂ってる人間に芯があると思うなら、このゲームはもう本当にいい加減にしてくれよ、もう本当に。5釣り。いや、僕からすると1番さんの方がいい加減にしてほしくて、やっと言語化ができたんだけど、あなたって和を乱してるのわかります？1番さんって5番さんに、なんて言ったかというと、いや、僕が芯なんで、あなたが7守ればいいじゃないですかって言ってるんですよ。で、それで、守れなかったら芯儀つくのにって言ってるんですよ。5番さんが8守るって、あんだけ固く言ってて、その芯儀にこだわるのであるんだったら、なんでそこで7守るっていう言葉が言えないのかわかんないんですよ。てか、5番さんが狼だった場合って、8番さんを、5番さん狼が噛めた時点で、5番さんにせって確定するんですよ。で、7番さん白で、3、4、6。割と狭い状態で戦うことになるんでしょ。俺9の芯は知ってないんだから。5番さんって多分提案、なんだろう、ゲームメイクしてないんですよ。委ねてるんですよ。それは順番、発言順番とかもあるのに、あるけどね。6番さんは本当に1番さんが芯に見えるんですか？薄いから、薄い人間が狩りをってなんないですよ。はい。6なんじゃね？で、あと1番さんに言うんですけど、2番さんって偽を認めたとか、そういう発言ではなくて、あ、じゃあもう偽でいいんで、もう9番釣ってくださいっていうことじゃないんですか？それって人外仕様なんですか？なんか拡大解釈誤解すぎる。やっぱり僕は5番さん死に見えてる。92に関しては、ああ、ごめん、全然時間足りへんわ。マジでね、何16、16、奴隷の釣り切れておしまいだと僕は見ています、以上。そうなんだよ、3番さん。1番さんはいつもこういう考察なんだよ。16釣り切りますよ、私も。まあ、1番さんの言ってることはまあわかるよ、9番釣る必要はないような気はしたけど、1番でよかったんじゃないかなって。まあまあ俺1番さん入れてるしね。だって1番さんもさ、9番さんが死んだと思うんだったら別に地釣り発言してもよくない？156、僕釣って、56絶対釣り切ってくださいって言えばいいんじゃない？なんかさっきからブーメランなんですよ。はい、以上です。3か6で6だと思うけど、3だったらもう勝負からないから、別にどっちもいいんだけど、本当に僕は白く映っちゃってるのだから、6になんで1球が見えないよっていうふうに指摘されたけど、僕の中じゃ6ってそこまで狼っぽく見えてなくて、3も狼っぽく見えてないんだよ。そうなるとやっぱり1球にしかいないんだよ。4の白結果があって、あと1っていうのは、ヘア村の時に、スタバがどうのこうのだね、9は釣りたくないね、みたいなこと言ってるんだよ。もう普通にラインガッチガチなんだけど。とりあえず1番さん釣って、僕は噛まれるから、あとは頑張ってくださいって感じ。とりあえず今日は1番さん釣ってください。まあ、ワンチャン僕91かなって思ってるから、終わると思う。まあ、終わんなかった時は、だから村目線3と6の精査頑張ってって感じ。いや、一番さん、切れる人、人外なんですよね。一番さん、切れてますけど、人外ですか？って思ったんですけど、シンプルに。91オオカミでスタバのやり取りをするって思ってる5番さんの思考は、私は分からないです。申し訳ないけど。まあ、いいんじゃないですか？多分、一心だと思いますけどね、私は。もうなんか、ゲーム性が成り立ってないっていうかね。どの人外が暴言入ってるんか知らんけど。だから、昨日って別に9番を村視点で死んだと思うんだったら、釣らなくてよくって、9の新決め打ち進行したらよかったと思うんですけどね。じゃあ、グレーロラできるじゃないですか。6と3をね。で、15で決め打ちしたらよかったんじゃないですかって私はシンプルに思ったんですよね。だから、実利を飲んだんじゃなくて、じゃあ、村視点で9を決め打ちして、サナログで6の方が黒いと思うんだったら9を決め打ち進行してからのサナログローラーで良くないかと私思ったんですけどね。まあまあまあいいんじゃない。
9つる進行はいらなかったんじゃない？じゃあ4番さん。いらなかったんじゃない？死んだと思うんだったら。うん。それぐらいかな。5番さんがなんか9、1ロールを終えるっていうスタマでゴリゴリラインの方が私は無理があると思うよ。うん。無理があると思うけどね。それやったら全然9番って6番のこと全然釣れたからわざわざ霊能者で出なくてよかったと思うよ。2番さんのあの発言のあれぐらいでね。って思いますけどね。5が2世だと私は思いますよ。はい、以上。めっちゃ難しいんだけれども、6番さん、ごめんなさい、村に見えちゃったな。俺も5番さんが、偽にどうしても見えてしまう。で、別に、9番さんが真とはそんなに思ってないんですよね。どうしようかね。今日は彼決め打ちって感じですよね。なんか5番さん目線91でしか追ってないところで、9番さんも1番さんもなんか1日目2日目からずっと切れてるんですよね。これで人狼2人ってやるのかなって思っちゃうので、でも1番さんかな、どうかな。対決のお時間ですわ。わかった。これね、9強人の16ロールか。今、はっきり分かったね。6ってなんだかたくなに、5の方が偽っていうのが全然分かんないんだけど。まあ、もしかしたら2が狂人の、9神の16老老かもしれないけれども、まあ、そんな感じで1番さん釣ってください。で、僕噛まれるから。噛まれて、6っていうのがラストウルフかな。お冗談を。戯れが過ぎますことよ。うん、4番のはメタ発言っていうぞ。いつもこうだからっていうのはゲーム内に言うべきじゃない。黙ってろ。あと、俺が暴言吐いた3だか6。俺暴言吐いてないじゃん。2番じゃん、暴言って。あれ2番のが暴言だぞ。俺のは別に普通に言ってるだけだぞ。ゲームをしろ。9釣りはなかったと思うけどね。で、村が判断したんでしょ？じゃあ負ければいいでしょ、君たちは。俺は暴言吐いてないで、暴言2番だぞ。あれで死んだったら俺驚くぞ。俺にゲームしろって言って、2番ってゲームじゃないからな、あれ暴言だからな。自分が釣られて黙っ、俺は怒り狂うこともないからね、死んだけど、もうそれは村決めなんだから勝手にしてくれ、もう、じゃあね。オルが訪れました。6番お亡くなりになったのは5番の方です。私の方で処理しておきますね。あれ？私ですか？あれ？あれ？皆さん、すいません。発言の声が聞こえなかったんですけれども、私の声は聞こえてますでしょうか？
聞こえてますでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。なんで私にバンバンバンと回ってきちゃったんだろう。ん、順番だからだよ。20秒で決めろ。これじゃあ3、6入れ合って4番さんが3、私が6に入れます。それでもう一回聞きましょう。3、6番さんの話、4番さんは3、私は6に入れます。いや本当にいい加減にしてほしいんだけど、さっきからもうこれ RPP になるんで、そういうことするのやめてもらっていいですか。で、目を覚ましてもらっていいですか。進路進路がないって分かったんで、はっきり言いますけど、一番下に言いますけど、僕はあなたに対して輪を乱してるって言ってるんですよ。9番さんは6番さんに疑いをかけてて、1番さんってのは全然グレーコースしてないんですよ。ラインを見せたくない動きをするのが1番さんで、新居の動きをするのが9番、2番の分かんないグループなんですよ。僕目線って2番さんがいきなり出てきて、どっちが死んだんだ、どっちが死んだんだっていう風になったから、分かんなかったんで、そこに関しては申し訳ないけど、狼だったらこういう動きをしないで、片付けのやめてもらっていいですか。こんな5番死んでしょ。だから1番の最善手って、普通にじゃあ僕も8個応しますじゃないの。6投票するけど以上。応援杯だからね。どうするよ。17、うん、俺も6しか言える気ないよ。で、1番さんに言うとくけど、別にメタじゃなくて9番さんはあなたの口調が死んつってるから、いや、こういう人だよって言ってるだけだよ。1番さんもゲーム、だから、考察してねえんだもん、もう。盤面整理っていうかもう、それだけでさ、自分の色っていうか、見せようともしないし、うん、ちゃんとゲームは考察をしてほしいって言ったんだけどな、前に。通報します、通報。俺はもう6に入れるしかないからね。7番さん、通報します。今日俺、6に入れるからね。ゲームをしないんだったら通報します。それぐらいかな。だから俺、合ってんじゃね？まあ、2番さんは若干、だから遺言で、まあ、新感情は拾えたけど、うん、やっぱり26は人外なのかなって、今も思ってます。間違えたらごめんなさい。あ、間違えたらごめんなさいっていうか、もうその時点で間違えてるから、まあ、どうでもいいんですけど、4番さんに関しては。私は5番さんに対して、1番さんが新っぽいから5番さんが偽っぽいではなくって、5番さんが決めた処刑なんでしょ？だとか、全くいかなかったから、私は決め打ちしないとまずいんじゃねえの？多分このゲーム的には。仮に、じゃあ、1と6番が狼で、どっちだっただろう。サーブは狼だったらこれ笑うぞ、本当に。私が1番に投票する理由って何ですかね。3番っていうのは、明確に5の方が真だと思うっていう発言をしていて、私は5の方が偽だと思うっていう発言を明確に落としていて、昨日1番さんに私がわざわざ1、6狼で投票する理由って何ですかね。4番さん、考え直してください。まあ、いいわ、思考ロックやから。はい、いいです。以上。え？これが確か、あれじゃなかったっけ？